でもゆうちゃんすごかったっすよ、甲子園で。マークもすごかったし、ゆうちゃんって大学の時どんな感じだった？どんな感じ、まあ、どんな感じ 見られてるか分かんないけど、まあ、あんな感じで真面目、おとなしい、いいやつ。もうゆうちゃんフィーバーえげつないもんね。えげつなかったですだからそう、いやプロの世界だったらこうファンの方がいてこうバーってなるの分かるけど、大学で、まあ、高校大学でもうファンがブワーってくるって、もうプロになってないけどもうプロ野球選手みたいなもんじゃないですか。うん、そうですね。注目も注目で言ったらもうねえ、普通の練習風景でもニュースになってるぐらいですもんね、大学のね。うん、そうですね。もう毎日取材も来てたし、ファンも来てたしで、規制がかかるぐらい。すごい。アマチュア野球にしてはまあ異常だったって。ゆうちゃんが早稲田行ってる時をヤクルトにいて、でピッチングコーチが荒木さんなんです。早稲田じゃないですか。うん、そうですね。そう、世代の大ちゃんフィーバーでしょ。ああ、そう。そっちの大好きじゃないな。うん、はい、松坂大輔です。そうそう。でも荒木さんは、あのゆうちゃんもすごいけど、俺の方がすごかったんですよ。あ、嬉しいね。有名な話。うん、俺の方がすごかったよ。でも荒木さんに指導を受けてたんだ。そう。改めてすごいな。確かにね。そうなんですね。ねえ、もうあの野球部に入られて、あの選手として入っているんですよね。そうですね。あの、うん、選手として入って、まあ、2年生からマネージャーに、まあ、転身をして、裏方にも回って4年生まで過ごしたんですけど、最初は選手で入りました。そこはだいぶこう葛藤というかあったんですか？そうですね。当然神宮の舞台に立ちたくて早稲田の野球部に入ったので、はい、選手を辞めるという決断はなかなか難しいものがあったんですけど、早稲田の風習で、早稲田の野球部って1年間選手を頑張った人の中からマネージャーを1人選出するっていう、まあ、今ちょっと変わってると思うんだけど、風習がありまして、はい、マネージャーとしては取らないんですよ、部員を。はで、女子マネージャーも唯一いなかったんですよ、当時全国で。あ、そうなんです。南ちゃんいなかったのね。南ちゃんいなかったんですよ。今はいるんですけど。いや、合わせてくれたのか。あ、そっか。ごめんなさいね、話の思っちゃって。だから選手を一人上げてマネージャーを学年で一人ずつつけていくっていう中で、まあ、選手同士で同期の中で誰をマネージャーにするかっていう話し合いをするんですけど、まあ、その中で名前を挙げてもらって、紆余曲折あって3ヶ月4ヶ月ぐらい話し合いの末に最終的にはマネージャーになる決断をしたという感じです。そもそもだって部員も多いでしょ。部員はだから学年30から40、4学年で120から150ぐらい。名前覚えられないね名前テストってあるんですよ。名前テスト、ちょうど今1年入って6月ぐらいに名前テストあるんですよ、1年生。顔と名前一致させるってことですか？顔と名前と学部と出身校。そこまでえぐい。それはそこまで。そうで並ぶんですよ、早稲田大学の野球部のグラウンド、一塁ベンチ前に1年生ずらーって並ぶんですよ、30人ぐらい。その前にずらーって2年生が立って、あ、座ってんですよ、ベンチに。で1人3人ずつ出題されて、それが全問正解で終わるまで終わらないっていう。今ないと思いますよ、今ないと思いますよ、当時。それ間違えてさ何になるの、先輩失礼だとさ、先輩もイラッとするしさねえ、もう後で裏で声をみたいな、ね、マイナスしか生まれない場ですよね。で間違えたらその日はそれで終了なんですよ。あ、また後日やり直し、暑いよねみたいな。それで確かに誰得の時間なんだっていう。福光さんは一発で行けたか、何日か。僕の学年はだから結構時間かかりましたよ、はい、僕は間違いませんでしたけど。さすがにすごいプレッシャー。俺らがこの間ね、大将のクイズのプレッシャーと、ね、えらい違いだ。すごい、もう汗から鼻水からもう涙からすんごいもう出ちゃって出ちゃって出ちゃって大変だったんですよ。あのね、こうヤクルトにあのクイズ王がいるのね、ヤクルトクイズ出す人。
お選手、いやファンの人で、ファンで、それ別名大将って言うんだけど、その人からあの質問されて俺らが答えるみたいな、で間違えたらなんか罰ゲームみたいな、すごいプレッシャーでしたよね。もうすごいプレッシャーの中で一応正解して、でこのもうちょっとさすがにこう俺らだけっていうのもあれだから、大将にも質問っていうかこう問題出したのね、大将見てますか大将で、ちなみにそう、それ問題出したの、東京ドームのあのビジターロッカーの、うん、あのお風呂場にあるあのシャンプーの銘柄は何でしょうって言ったら、答えちゃんと答えてきて、正解です花王のメリットですそんなこと知ってんの、どこでどうね、いや本当知り合いんじゃねえかっていう ね関係者に、本当そうじゃないと、ね、野球の大ファンなんてことですか、もう。そうですね、もうヤクルトで多分知らないことはない、うん、へえ、歩くデータベースですね、自分が、そう自分、俺が知らない記録さえ知ってるみたいな、入団した時から知ってる、だから、あ俺がってこと、そうそうそう、もう、 あのもう大将、もう本当目立つ有名なファンの人だったんで、うん、大将正解ですよ、ちょっと悔しいからちょっと違う問題後で考えるわいやでもすごい、でもえそれで、まあ、話戻るけど早稲田で、まあ、絶対ミスる人、ミスる1年生いるでしょ名前テスト、はい、うん、あとで先輩にしゃばかれる、いや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 、さすがにない、さすがに、それはでも嫌な雰囲気出るよね、うん絶対に、ね、そうっすね、そうっすね、うん、もう残り3人とかでねやっちゃうと、ね、うわだからボコボコにされるとかないっすよ、当然、あないっすよ、ないけど、ないけど、早稲田なりなプレッシャー、それじゃあゆうちゃんもやったってこと、やりましたよ、最大僕と一緒に一列並んで、なんだ謎の風習が、そうですね、宿題だよねあれね名簿を渡されるんですよマネージャーから、あーはーはーはー、顔は顔写真は顔まではその口頭ベースでのやり取りなんで、実はその場で顔は連想しなくてもいいんですけど、ただもうずっとこうやってこれ見るわけでしょ、だからあそう、出題の際方としては名字言われるんですよ、ほうほう、じゃあ福光って言われたら寮を川越東高校出身人間科学部ですって言わないと、それを3人繰り返す、ぐいな、今はもうないと思いますけど、当時はなぜかあったんですね、これはなかなか初出しに近いんじゃないですか、こんな情報はなかなかね出てくる話じゃないと思いますけど、いやそれはね、まあ1年生はねこう覚えるのはそうそうそう、まあ、しなきゃいけないことで、まあ、僕もまだプロ1年目はもうプロ野球名鑑、うん、選手名鑑見て一応覚えて、うんうんうん、まあ、それと一緒で、そうだ、そうそうそう、へえ、プレッシャーとはねちょっとね、でもそれを、ね、問われる聞かれるって言ったら俺は聞かれないから、うん、ない、ノープレッシャー、プロにはない名前ですと、うん、それはありますけどね、うん、ねそうそうそう、プロは川女子もやっぱちょっと早稲田の面白い風習っていうのが、まあ、それは多分いっぱいあるかもしれないですね、思い出返してみると、であのちょっとねあのとある情報を得ましてね、あのちょうどやっぱりハンカチ王子がすごくこう有名、斉藤佑樹さんが有名でずっとこうマスメディアで追っかけられて記事があるんですけど、うん、そこにあの斉藤佑樹さんとそれから福光さんもマネージャーとして写っている、うん、その2ページにわたる記事を私ちょっと見させてもらってるんですけど、やっぱりもうある意味こう女房役に近いぐらいやっぱ斉藤選手といろいろやってたというか、チーム早稲田のチームを、ね、野球部を、大学野球のマネージャーとちょっと高校野球のマネージャーとはイメージが違くてですね、うん、あのもう裏方全部担当なんですよ、うん、でグラウンドには一切出ずに制服で寮の番をするみたいな形なんですけど、あグラウンドにも行かないんですか、グラウンドにも行かないです、だからお茶作ったり玉出ししたりとかっていう、あの、はい、それこそみなみちゃんの野球部マネージャー像があると思うんですけど、はいはい、それとも全く違くて、あそうなんだ、うん、OB の対応だとか、まあ、部費の管理、遠征の準備とか大会運営とか全部やるんですよ、で監督の秘書やったりとかっていうのに斉藤がいたんで、
斉藤の場合だからマスコミの対応ですね、取材対応したりマネージャー、本当芸能界のマネージャー、ね、みたいな経験はさせてもらいました、ね、本当のマネージャーですね。だ斉藤の取材以来僕宛てに届くんですよ、でそれを斉藤の監督に確認をして、受ける受けないスケジュールの都合もあるんで、それもちろんじゃあファンレターとゆうちゃんのファンレターとか来るっしょ、めっちゃ来ますよ、ね、ちょっとこれえぐいっしょっていうのあった最初読んでから渡す。いやいや、さすが開けたりはしないんですけど、まあ、生内容っていうか、まあ、量がすごいですねやっぱね、何千誕生日、何千、まあ、累計はそこぐらいじゃないですか、誕生日とか、うん、クリスマスとか、あの箱で届くっていう、箱なんかたまに言うじゃないですか、ジャニーズとかなんか段ボールいっぱいのファンレターが届くとか、はいはい、ファンレターいっぱい、あの段ボールいっぱいのプレゼントが届くみたいな、はい、もう手紙ずっと来てましたもん、うわアイドルやアイドルアイドルでしたね、本当ね、そうそうそう、そういう感じでしたね。え、手紙だけじゃなくてなんか物を送られてきたりとかありましたね、あったあった、お菓子とか、あそういう対応もされてたんですね。あれですけど、そうですね、一緒に、ちょっとそれはイメージにはなかったですね。マネージャーはてっきりグラウンドに行ってるもんだと思ってたので、囲み取材されてるじゃないですか、このサイトで、はいはい、ここに、ま、記者の方がみんないて、うんうん、その後ろに僕がいる、じゃあ今からちょっと記者会見やりますとか、そうですね、で時間っていうのを時間仕切って同級生がやってたっていうそうそうそう、いやすごいですね、そうです、そういう、ま、経験を、だ結果的にはマネージャーに転身して よかったんですけど、うんうんうん、すごくいろんな経験をさせてもらいました。そしたら今引退されてもやっぱり連絡とかも取り合うような仲だったりするんですか？そうですね、あの早稲田の野球部って、まあ、主将が一番部の中で偉いんですけど、その次に主務って言ってマネージャーが2番手の立場なんで、うんうんうん、基本的には4年生だとずっと一緒にいるものですから、うんうんうん、まあ、そこから流れでね、プロ野球応援しに行ったりとか、普通にご飯行ったりとか同期会したりとかっていうので、うん、よく連絡はちょっとおとといも会いましたし、じゃあもう斉藤さんが、まあ、日ハムで、ブッチーさんがまた日ハムにこう移籍して、うん、埼玉のスーパースターが日ハムに行って、はい、自分の、ね、一緒に有志の、ね、同志でもある斉藤さんと一緒になってるって時にはどんな感じでした？もう気持ち的に、うわ不思議だなって思いましたね。で今日ここに来る前に、まあ、斉藤にも実は連絡してて、増渕君と仲いいのって聞いたら、ああ仲いいよって言ってたんで、ちょっと挨拶してくるわって言ってあります。今日連絡したの？うん、そうすごいね。俺も今日来るときにあの車のテレビの CM でユニクロゆうちゃんが出ててね、活躍してるよね。いやすごいタイミングだよ、そう考えると。しっかり考えてたし、ね、そうですね、びっくりした。なんかあれゆうちゃんなんかゴルフやってんなと思ったらユニクロの CM だった。そうそうそう、爽やかのね、爽やかね、ね、いやなんかすごい共通点からのまた話の展開で、しかも今日はここにいるっていうね。ブッチーさんいかがです？いやなんか鳥肌立つっすね。ねえ、こんな巡り合わせあるんですね。あるんですね。ねえ、そうね、ゆうちゃんそうハム時代ゴルフとかも一緒に行ったりとかして、そうそうそう、斉藤ゴルフうまいよね。うまい、そう、あのね、多分ね、ゆうちゃんはね何でもこなせると思う、うん、器用、あ、うん、頭もいいし、そう喋れるし、喋れるし、字も綺麗なんですよ、うん、あ、字も綺麗なんですね。あとね、ハムで思ったのが、一緒にやってて、あ、すげえ清潔だなと思って。ハンカチ王子だからね。うん、うん、やっぱロッカーも綺麗だったし、あ、そう、ね、まあ、風呂とかもね、うん、一緒になったりするんだけど、うんうん、こっちしっかりドライヤーやるし、うん、なんなら足の指と指の間のドライヤーやってこうちゃんとやってたから、すげえなと思って。そこも、はあ。綺麗好きだし、綺麗好きで、うん、部屋もめっちゃ綺麗だったし、ね、うん、道具もピカピカなんですよ。あ、そうだね、丁寧に使ったり、うん、ねえ、そういうなんか育ちの良さもそう、ね、ちゃんとしてますね、うん、あるのかもしれないですね。
まあ、あの今日あの、まあ、高校野球それからの大学の早稲田の話をちょっとしてきましたけども、一旦ここでですね、はい、あのお時間となりますので皆さんあの続きはまた、次回お楽しみいただきますようお願いいたします。見て楽しかったでしょ。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。そして皆さんへの拡散ツイッターでの拡散もよろしくお願いいたします。ということで、まずはですね、キング TV ゲスト福光亮さんをお迎えしてのお話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も始まりました、増渕達也のキング TV。 イエーイイエーイイエーイ。ちょっとさ、ちょパターン変えよ。じゃあもう一個。もう一個。あ、もう一個あんの。もう一個あんの。はい、はい、じゃあもう一個。ちょっと一緒やってテイク2。はい、はい、おマスブチ達也のキング TV ニュース系ね。いいね。ニュース系です。あ、どうでしょう。あ、いい、いいかもしれない。あ、そうですか。うん、いい声だった、うん、あ、そうですか。しかもあの俺の YouTube アップされるの大体夜だからさ。あ、そうですね。ちょっとそうそうそう、滝川クリステルさんを意識した感じの。いいね、いいね。じゃあそれでいこう。あ、そうですか。今日も始まりました、キング TV です。私、さこです。そしてマスブチです。キング、ブッチーさんです。よろしくお願いします。さあ、そしてゲスト、福光亮さんです。イエイ。福光です、よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。お二人とも同い年、まあ同級生、はい、同級生でございまして、今日は野球のお話をどんどん深掘りしていきますよ。ブチさんはね、県立の鷲宮、当時は鷲宮、はい、高校出身ですが、福光さん、出身校を教えてください。はい、同じく埼玉の川越東高校という学校です。川越東、はあ、私立ですね。はい、私立の男子校です。男子校で、男子校、いやでも女子欲しいでしょ。欲しかった、やっぱり。そうですね、まあ楽は楽だったけどね。あ、やっぱり夏の大会とかは羨ましいなと思ってます。そうよね、名席男しかいない。そっかそっか、そうですね。ちょっとやっぱりね、黄色い声援、熱い声援なんだよね。あ、そうね。熱い方だね。うね、確かにありますよね。もちろん、まあ、野球部だからここにいらっしゃるわけなんですけど、福見さん、あの野球部の時はあのポジションだったり、それから例えばなん か肩書きじゃないですけど、はい、僕は川越東で内野手、うん、最後の夏は増渕君と同じっていうとちょっと恐れ多いんですけど、背番号1をつけてピッチャーをやっていて、ピッチャー、まあ、キャプテンでした。キャプテン、おお、出ましたよ。全然レベル感違いますけど。いやいやいや、だから同じ年にってことですよね、キャプテンで。じゃあ同じ年、同じ年で同じエースナンバー、即戦戦ったということですよ。ということは埼玉県内の試合で戦うことはあったんですか、うん、はなかったんですね。僕たちが早々に負けてしまったので、増渕君にたどり着く前に、まあ、敗退した。まあ多分ブロックも違ったんじゃない。そう、もうだから全然、春の大会も当たってないし、秋の大会もやってないし、練習試合もやったこと多分ないかな。ないかな。練習試合もないんですか、うん、多分。まあ、そこら辺のご縁はなかったのか、まあ、見向きもされてなかったのか。そいやいや、でも川越の方も野球が強いっていう印象があって、川越東だったり市立川越とかだったり、うん、いい選手多いんですよ。あ、その木村はね、一日川越に負けたんですよ。ああ、そうだ、そうなんですか。二大スターの一人がブッチーさん、もう一人が木村選手が、はい、に、え、木村選手が一日川越ってところに負けたんですよ。あ、一日川越で、一応こうなんだかんだ夏の大会というか、もう全部の大会もそうなんですけど、一日川越、川越東って結構強いんですよ。大体ベスト8とかそれぐらいは来るな、来る。へえ、あ、じゃあやっぱり強い高校。強い高校っすよ、ね、今も強いし、うん、春夏もシード校かな、シード、 DC の、おー、うん、
なってきましたね。じゃあ後輩たちも頑張っている。後輩頑張ってますね。当時の指導者っていうのは、今でもいらっしゃるんですか、その監督は。僕が当時の指導者はもう今はいないんですけど、それまたちょっと不思議な縁があって、さっき話して発覚したんですけど、元プロ野球選手なんですよ、僕が高校野球の時の監督って。でプロ野球選手引退してコーチの勉強されて、学校川越東の先生として赴任して野球の監督になって、でしばらく監督を僕が引退した後もしてくれたんですけど、その後日ハムのヘッドコーチになったんですよね。おや、それはつまりは、僕が日ハムに2年お世話になった時にヘッドコーチだったんです。え、じゃあ2014年14、15年の時にヘッドコーチ、すごい、そんなことがあるんですか。若干そうですね、ざわついた。高校教員から、そうですよね、ヘッドコーチになるっていうのもなかなかないんで。そうですよね、やっぱなんか今の新庄さんにしかり、なんか日ハムは面白いブッキングをしてますね。そう、へえ。その時にそうですね、僕の先生が斉藤のヘッドコーチになったと同時に天瀬口君もいたんだ。そうですよね、早稲田大のね、斉藤さんと、すごい繋がりが、なんだかんだいろいろな繋がりが実は。そうですね。まあでもそれこそやっぱり、まあ、OB であってもプロ野球のやっぱ監督になるような人が自分の高校で教えてくれたと思うと、それやっぱり鼻高々ですよね。いや、そうですね、もっとプロ野球選手に、教わるっていう、まあ、今ではちょっとずつ当たり前になりつつあるんですけど、やっぱ15年前とかプロ野球選手は高校野球指導しちゃダメっていう決まりがあったんで、あ、そうなんですか。そういうルールもちょっとずつ変えていった先生ではあるんですけど、今となっては元プロで、プロでヘッドコーチをやれるような方に指導をしてもらってたっていうと、やっぱすごいそれは貴重な経験だったなって思います。当時の練習っていうのは、あの川越東ってどういう練習方法なんですか。川越東は基本的に自主性を重んじられる感じで、練習時間もそんなに長くないんですよ。あら、でも自分たち頭を使って練習をしなさいねって。でもその先生のスタンスとしても、まあ、自主練を多く、自分たちで考えてやりなさいっていうスタンスでしたね。自主練ってことは、まあ、パッティングとか、ピッチングとか守備とか、それぞれがみんな自主練で。そうです。でも一応その、まあ、部活の時間があって、学校のグラウンドでやるんだけど、ってことですよね。そうですね、まあ、全体でやらないといけない練習も当然あるので、それはそれでやるんですけど、まあ、半分は自主練だったりするので、ちゃんと自分と向き合って自分に足りないものを妥協なくやってくださいねっていう感じ。だから一見ガチガチに練習組まれてめっちゃしごかれるのがきついと思いきや、自分で考えて自分で追い込んでやっていかないといけないんで、やらされない分自立性が重んじられて結構きついっていう感じの雰囲気でしたね当時。なんだろう、楽しちゃうがちなような、きつい練習は避けちゃうような。そうですね、結局それは試合に出るでしょっていう感じで練習試合とかでやっぱ言われるんですよね。やってなかったでしょみたいな。で自主練めっちゃ見てるんですよ。あの取り組みじゃ活躍できないよねみたいなことを言われる感じだったりするんで。日ハムも結構自主性なんですよ。あ、そうなんですか。午前中は、まあ、全体練習ちょっとやって、午後はもう自主練みたいな、もう自主性、それが自分で考えてやる、自分に足りないものをどんどん自分で練習していくっていう。じゃあ同じってことですよね、高校で ね、指導してるのと、自分にとっては、福見さんにとってはその当時は、まあ、ピッチングだったらどういうところをこう強化していこうとかいうのを戦略立ててやっていってたんですか。まあ、そうですね、まあ、そうは言ってもその高校生の知識だったりとか練習環境だったりっていうのは制限があるんで、あの聞けば何でも教えてくれる感じではあったんですけど、ジムのトレーナー紹介してくれたりとかっていう感じで、ダウンウェイトとか走り込みとかピッチャーとしてはやってたりとかやってましたね。高校はあの3年生の時に、まあ、甲子園に向けて、やっぱり大会があると思うんですけど、県の。その時にはどこまで行かれたんですか。僕はもう3回戦で敗退してしまいました。相手どこ。熊谷商業。あ、熊商ね。
あの時熊翔です。熊翔も強かった。ピッチャー良かったもんだって。そう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 、あの、うん、1回戦 B シードの常翔に勝ったんだけど、うん、3回戦で力つきました。結構厳しいブロックだったんだね。そうそうそう、今考えたら常翔ね、常翔春やったかな、うん、多分やって準決勝かなんかでやった、うん、準決勝でやった2-1かなんかだった。じゃやっぱりそのあのまあ、甲子園の時には、まあ、3回戦では終わってはしまったけどっていうところですけど、うん、まあ、ブチさんはねその後、うん、そう、はい、すごかった行くわけで、いやいやいや、すごかったね。であの、まあ、ブチさんも今でも進行がその木村選手も、うん、もちろんやっぱり埼玉といえばもう一人、そうですね、ね、有名な選手なわけで、木村選手とはどうなんですか対戦は。木村選手のいた埼玉栄とは、あの僕が高校1年生の時の夏の大会と高校2年生の時の練習試合で2回戦ってます。木村くんは多分投げてはなかったと思うんですけど試合には出てたんじゃないかな。うん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 、すごかったですね1年生の時から。ああ、もう輝かしい、誰これみたいな。ああ、それまでは知らなかったんですか。1年生じゃんみたいな。埼玉栄って強かったんですよ、まあ、今でも強いですけど、うん、当時もものすごい優勝候補筆頭ぐらい強くて、うんうん、っていうチームの中になんか背番号17ぐらい背負ってる1年生の1番バッターがいたんで、うん、それは目立ちますよね。うもう1年生からなんかバリバリ試合出ててめっちゃ活躍してた印象が強いですね、うん、ねえ、有名人、有名人、そう1年からこう出てると結構有名人になる。そういうことですね。結構あるあるだけど。そうね。木村君がだから2年生の時の夏の大会が壮絶だったんだね。壮絶。うん、もうあと1球で甲子園だったところ。うん、ね。だね、春日部共栄だ。そうですね。4-1で負けて、あ、勝ってて、2アウトまで、なんなら2ストライクぐらいまで行って。あとアウト1個なのにそこから逆転されて負けた、笑ってる。いや俺は内心負けてくれと思ってたから。あ、そう、やっぱりね、やっぱ同世代同学年として、やっぱここで2年で木村が甲子園行かれちゃうと、うん、もっと経験も積まれるし、そうね、ちゃんとビッグになっちゃうから内心負けてくれと思った。うん、そういうもんですよね。でもね、うん、そこはね、だってね、やっぱりきつい練習も経てやってるわけですから、うん、まあ、気持ちよく応援するって感じはないかもしれないですよね。うん、ライバルですもんね。うん、ライバル、ね。当時はライバルだったから。うん、まあ、野球もやってたけど、野球もファンというか野球が大好きっていうことじゃないですか、はい、福光さん。で、まあ、当時をね、知る福光さんから見て、やっぱりこの2大スターがいて、ブッチー、木村ってこういて、うんうん、でやっぱりもう2人ともやっぱり応援するこうね、うん、多かったと思うんですけど、印象としてどうですかね。ブッチーさん人気、木村選手人気とか。もう圧倒的に増渕くんじゃないですかね。あら、圧倒的ってちょっとあれですけど、やっぱりあれ、やっぱりそのストーリー性が増渕くんにはあったんで、はははは、うん、僕がもう負けちゃった後はずっと鷲見は応援してましたね。ありがとうございます。ずーっと埼玉って私立なんですよ、甲子園に行ってる学校が、うん、もう過去だったり公立行ったの記憶にないな、うん、僕たちが引退してからも公立が甲子園に行ったのってないんじゃないかな、ない、その前もやっぱほとんどなくて、うん、そんな中春県大会で優勝してて、うん、であえて、ね、私立の誘いを断って公立から甲子園に行くんだ、うん、私立を倒して甲子園に行くんだっていうね、うん、話がやっぱ有名になるにつれてファンが多かったなっていう印象ですね。うーん、何も言えない。何も言えない。最後の決勝戦もほとんど鷲見屋応援だったんじゃないですか。ああ、よく言われるっすね、うん、浦学対鷲見屋が最後決勝で、はい、うんうん、4-0、スコアとしては 4-0 かな。球場の中も、球場の雰囲気はもう完全に鷲見屋頑張れっていう、うん、雰囲気で、うん、やってたのもすごい印象に残ってます。それは感じてましたか当時。めちゃくちゃ感じてます。あ、だからこそ勝ちたかったんですけど、うん、あと一歩及ばなかったで
ます、うん、あれキャプテン誰だったっけ、ね、俺鷲見、鷲見はライト守ってた川村、あ、そうそうそう、4番のやつ、そう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 、もうかなり活躍してたし、うん、そう、まあシーツは強いよ本当に、ね、赤坂君にホームラン打たれたのかな、鮫島、あ、そう、鮫島だ、一個したのね、ライト赤坂も一個した、うん、そうそうそう、もう強かった、浦学が、ね、準々、準決、決勝ってもう私学、私学、私学だからね、うん、いやすごい壮絶、そうそうそう、勝ち上がり方もやっぱ劇的だったんですよね、鷲宮は、うん、ねえ、準々で春日部共栄さよなら勝ち、準決聖望学園 3-1 で決勝浦学、うん、ハード、ハードめちゃくちゃハード待って、まあ、A シードだったんですけど、うん、だって何回勝ったら欲しいなという、確かに、え、熊西、大宮、大宮北、一律、浦和、春日部共栄、聖望、浦和、7回勝たないと欲しいんじゃない、そうA シードなのにだもんね多すぎ、やっぱりね、それだけ学校が多いってことですよね、多いですね、160ぐらいあるありましたね、もうちょい勝ってたら対戦したかもしれないですね、もうちょいのちょいぐらいですね、全然ですね、もうちょいすごかった、同じブロックだった、逆、春日部東側、浦和学院側だったと思う、ああじゃあ、うん、決勝でしか合わないかな、多分、うん、もうみんな打倒増渕君、まあ、反面だから学校は打倒増渕君だったと思うんで、なるほど、ね、研究もされてたでしょうし、うんうんうん、研究してた、してましたよ、うちは結構その、どんな研究するの逆に気になるの、その大会の映像とかがあれば映像で、うんうん、特徴だったりとか、はい、ピッチャーだったら癖だったりとか、はい、川越東当時だから夏の大会ベンチ入れなかった3年生とかがそのデータ班みたいな形で回ってくれて研究してましたね、やっぱりビデオ撮って、ビデオ、うん、撮ったら いけなかったんで、もう今は分かんない、その試合の映像があれば埼玉テレビとかで出てる、そういうことですね、ああ、そういうこともやってましたね、研究するのはまあもちろんその癖っていうか配球とか球種とか、うん、球、あ、球種、うん、まあ、あとは僕だけじゃなくてこう打順でこう誰々が入ってて、うん、左バッター、右バッターで、そう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 、このバッターはちょっと長打あるよとかそういう感じだと思います、どの球に強いとかどのコースに強いとかっていうのがやっぱ高校生ながらにあったりするので、しかも川越東だから頭いいからそういうデータとか多分なるほどね、理論的にね、うん、まずはね、でもそういうところで戦っていかざるを得なかったところもありますね、やっぱその、いやでもそれすごい大事だと思う、ね、うんね、フィジカル勝負でやっぱなかなか叶わないところがあったんで、あ、まあ、今はね、こう、まあね、ちょっとこれだけのこうガタイの差っていうのはありますけど、すごいでかい、ね、かっこいい、いやいやいや、太ったから、いやいやいや、いやいや、ね、やっぱりそういう当時ももう少しちょっとブッチさんぐらいにこうなんか体力つけようとか、うん、そういうふうにちょっと真似したこととかあったんですか、真似っていうかそうっすね、うん、やっぱ体を大きくしないといけなかったりとか、うんうん、やってたと思うんですけど、その、ね、あと何ヶ月で体重何キロ増やすとかっていうのをやってたりしたりもするんで、ね、うん、食べる訓練されてたみたいですからね、自国、うん、だったね、高校時代、あ、そうすごいカリカリだった、そうだよね、確かに確かに、1年の時とか61キロしかなくて、そうなんだ、180はちょいあって、で高2の時も70ぐらいしかなくて、で、あの高知の家で下宿 して、あ、聞いたことある、それ、そう、一食三合、一食三合、うん、すごいよ、三合三合三合でプロテイン毎日5杯、で80キロぐらいいって、で球速も伸びて、うん、そう、すごい、ね、でもそれがやっぱプロ野球選手になる人の努力なんだと思いますね、うん、練習よりきつかった、まあ、感じた、うん、ね、
昔の時には寮だったんですか。かごやちゃんもみんな通いです。通いですか、うん、そうね、勉強もしながら。そうなんですよ、だから野球部クラスとかもないので一般学生と同じテストを受けますし、うん、もう文武両道ですよ、めちゃくちゃ頭いいから。いやそんなね、あれですよ。でもテストめちゃくちゃいいそうかな今、うんうん、そうだ、テスト期間は練習しないしっていう環境でしたね。赤点取ったら練習出れないし、うん、そう考えるとそういう学校にね、こうやっぱ川越でもそうですけど、やっぱりねみんな強いよっていう印象をついてるってことは、やっぱりその練習のその自主性もそうだし、うん、効率よく、効率いいんだと思う、ね、うん、練習できてた、それがちゃんと試合に生かされてたっていうことですよね、きっとね、うん、そうですね、うん、ちょっとずつ根付いてきてるんじゃないかなっていう、うん、俺なんて赤点取らないようにするのが精一杯だでもそれはそうよ、みんなそう俺もそうだったへえ。川越東早稲田だもん、エリートだから。いや、ここから早稲田に行くわけですから、ね、早稲田ドライチですからね。ドライチですからね。お互いに上げてる。いやいや。すごい上げてますけどね。ねえ、でもブッチーさんはずっとピッチャーですよね。ずっとピッチャーっす。ねえ。でもまあ福見さんはちょっとポジションが変わってね、そうやって途中からっていうことになると、内野からピッチャーね、えそれもまた転身というか、まあよくある話なんですかね、そんなことない。あと木村も外野とピッチャー。あ、そっか、うん、そう、器用なんですよ。あ、じゃあ器用よく言えばよく言えば俺だってピッチャーしかできなかった。ピッチャーオンリー、ほぼオンリーだね。だからもし俺が投げない時とか外野守れみたいなあったんですけど、